死ぬの場合はあまりにもバカさん、フラン死ぬの場合はあまりにも寂しい、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ。本当のことを言ったらお利口になれない、本当のことを言ったらあまりにも悲しい、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ。一人ぼっちの世界に残された言葉が、一人ぼっちの世界にいつまでもささやく、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ。フランシーヌの場合は私にもわかるわ、フランシーヌの場合はあまりにも寂しい、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ。